この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間は川崎フロンターレ対名古屋グランパス、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションはこちら現在曇っているんですが、後雨という予報になっています。川崎フロンターレがこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。川崎のキックオフでスタートです。川崎フロンターレ対名古屋グランパス、サイドを紹介します。向かって右側が名古屋、左側が川崎。マルシーニスルーパスを狙 う, うでしょう。ここで受けて、ここで丁寧にコントロール、上げてくる、これいいでしょう。シュート、いや今打つ前に一つフェイント入れてシュートコース開きましたよね。なかったですね。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、これはキーパーだ、シュート、いやこのクリアボール次へつなげたい。プレスからボールがこぼれる。おいい形ですよ。どうだ、シュート、いや先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。キーパーからのロングフィード、ここは通しません。川崎は立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。クロスを入れる、このクリアボール拾いたい。サイドを使います。とこれは繋がりません。おいい形じゃないですか。裏のスペースを狙う、いいボールだ。さあ来たか、いけるか、中に合わせてくるか。ファーサイドコーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、キーパーまだある、クロスが入る、ヘディング、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。川崎が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。キーパーから前線へ、サイドのスペースを使います。いいボール入りますよ。さあどうだ、名古屋ボール、ここで受けて泉へのボール。さあどうする、稲垣チャンスを演出できるか、来たか、シュート、チャンス完了。いやしかしこれよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこのピンチよく防ぎました、ジョンソンリョン。コーナーキックです。ボールが上がる、どうだ、速いパス回し。さあどうする、チャンスを演出できるか、サイドへ、中へのクロス、これは直接キーパーへ。
大きく縦へ、ここで受けて、これを読んでいました。裏を狙っていきます。もうこれいいですよ。カウンター、長いスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ここがシュート、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。川崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームの相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。名古屋は先ほどからクロスを入れるシーンが多いですね。そうですね、サイドに渡ったらもう中は結構準備してますよね、はい、まあクロスを印象付けるとサイドにボールが渡った時に、これはどうだ、シュート、おー、ディアポストに嫌われました。いや本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。シーハス、ロングボールを縦に送る、プレスからボールがこぼれる。さあカウンターのチャンスになります。とこれはつながりません。裏を狙う、これはどうだ、いいでしょ、カウンターを仕掛けていきます。まだいきますよ、自分でいった、シュート、いやー先制、グランバース、いやー素晴らしい。前半終了の直前、ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。名古屋先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね、ゴールのこのパス、さあどうだ、もうこれいいでしょ、ミドル、シュート、いやーキーパー素晴らしいですね。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0。さあまずは前半が終わりました。川崎としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。川崎フロンターレ対名古屋グランパス、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。この後半の入り方って非常に重要であって、しぶとりに行ってしまえば点を取れない、これを取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番、どうだ、シュート、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。川崎、十分相手を引きつけたことによってセンターフリーになりましたよね。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。まあ、スマートにつなぎながら今なんかも少しアバウトになりましたけどね、スペースにこう出していくっていうこともピラトとしては必要かもしれませんね。キーパーから前線へ、ここは通しません。三國、シーハス、泉へパスでつないで攻め込んでいきます。名古屋、裏へ届くか、もうこれいいでしょ、どうだ、さあ来た、来たが、シュート、いや素晴らしい、ここで同点、いいですね、この展開動いてますね。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。
これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きとここで決めることができる決定力が素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあ、ともに選手交代があるようです。川崎、ここで追いつきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。スルーパスを出す、このパスはキーパーへ。イエナ、いいプレッシャー。スタジアムの上、雨雲が出てきましたね。すでに降り始めてスーパーランゲラック、素晴らしい反応でした。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。好セーブを見せました。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックのチャンスになります。このコーナーはどうだ。ボールが上がる、ここ拾って次につなげたい名古屋。さあ、カウンターのチャンスになります。右サイド上がっていく、おいい形じゃないですか。スルーパス、もうこれいいでしょ。抜けてくる、フリーだ、来たか、シュート、止めた。いや、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。この難しいボールによく触りました。ジョンソン・リョン、コーナーキックです。上げてくる、どうだ、ダメだ。川崎、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。両チーム同じタイミングで動いてきます。キーパーからのロングフィード、縦へのボール、山岸、スペースを狙う、おいい形ですよ。オリスマへのボール、ルーズになる。さあ、左サイドへ、これ仕掛けるか。さあ、来たか、どうする、もうこれいいでしょ、つながります、いけるか。さあ、どうだ、丁寧に足元を使う、低い弾道、いやジョンソン・リョン、ここは抑えました。名古屋としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なんでしょうか。まあ、裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、シュート、川崎絶好の得点機、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。緊迫した状況は非常に見応えありますよね。川崎、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。長いボール縦へ、さあ、ここでカウンター、スペースを狙った、さあ、来たか、来ましたよ、来た、1対1ファール、カードをもらうかもしれません。これは一発レッド、審判に抗議しますか。これは認められません。名古屋、ここで10人になってしまいました。完全に抜かれそうでしたからね。チームにとっては止めて正解だったのかもしれませんよ。名古屋はここで選手を変えます。さあ、名古屋、同時に2人の選手が入れ替わります。これは直接狙える位置です。いや、いいところのピーキックですね。さあ、どうだ、いや、これは惜しい。いや、よくこれ守りましたよね。キーパー前へ蹴り出します。ここは繋がりません。時間かけずに攻めたいですよね。チャレンジはしません。後ろに流す、ロングフィードで狙う、ここは対応します。
縦に大きく放り込む。さあカウンターを仕掛けます。このボールはつながりません。大きく縦へ。さあ一気にカウンター。大張りか。これはクリア。いいプレッシャー。パトリック、時間ないでしょ。カット、これでしょ。これはどうだ。対1対1シュート。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのは選手たちに浸透してますからね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ名古屋、土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いや、ここで頭一つで、ここで笛です。2対1、川崎1点差で負けました。しかしよく頑張りました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。川崎としてはホーム戦ということでぜひ勝ってサポーターの応援に応えたかったんでしょうけども、その気持ちが空回りした結果となってしまいましたよね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。川崎が2対1で試合を落としています。